こんにちは、松田博樹です。今日は恐竜と犬、どっちが強い？を読みます。恐竜と犬、どっちが強い？ねえねえ、恐竜と犬、どっちが強いと思う？正解は、デレレ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 レ恐竜。ティラノサウルスはトラックを噛みつぶせちゃうくらい強いんだって。じゃあ恐竜と犬、走ったらどっちが速い？正解は、デレレ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 レ犬。ティラノサウルスは足が遅いんだよ。小さな犬だって走れば恐竜に勝てる。強いのはティラノサウルスで、足が速いのは犬。勝負の仕方でどっちも勝てるんだ。ねえねえ、チーターとワニ、どっちが速いと思う？正解は、デレレ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 チーター。チーターは世界一走るのが速い動物なんだよ。スーパーカーよりも速いんだって。じゃあもう一回聞きます。チーターとワニ、どっちが速いと思う？正解は、デレレ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 ワニ。早食い競争だったらワニの方が早いのだ。ワニは人間を丸飲みできるくらい大きな口なんだよ。街で会ったらどうしよう。ねえねえ、ウサギとカメ、どっちが早いと思う？正解は、レレ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 どっちも正解。普通に走ったらウサギが速い。だけど水の中で競争したらカメの方が速いでしょ。君は何が上手？自分が上手なところで勝てばいい。さあ、ゾウとヤギ、どっちのうんちが多い？正解は、デレレ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 レゾウって言った人、正解。ゾウは 130kg もうんち出すんだって。多いよね。ヤギって言った人も正解。ヤギは1日に3200個のうんちを出すんだって。多いよね。1日に3200個のうんちを出す人っている？いないよね。ねえねえ、一番素敵な女の子は誰？正解は、デレレ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  そう、君が選んだ子が正解。でもね、パパやママ、友達にも聞いてごらん。正解は一つじゃない。いっぱいあるんだよ。ねえねえ、ママと恐竜、どんな勝負をすればママが勝つと思う？正解は、デレレ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 レどっしーん。腕相撲で勝負だ。ママ頑張れ、応援してね。せーの、頑張れ。どりゃー、やった、ママが勝った。すっげえ。君のためならママはいくらでも頑張れるのだ。これが愛の力っていうんだね。さあ、ママのほっぺにチューしてあげよう。これが最後の問題。得点は1万ポイント。ママと君、どっちが強い？正解は、デレレ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 レ。どうなるかな、どうなるかな。ママだって、ママは君を産んでくれたんだもんね。これは世界中で誰にもできないこと。ママに拍手。でも君がママに勝っているところもあるはず。さあ、ママに勝っているところ探すの、
スタート。3つ見つけられるかな。君が恐竜に勝てるのはどっち？1、縄跳び。2、じゃんけん。正解は2つとも勝てる。ティラノサウルスは尻尾が邪魔で縄跳び飛べないし、じゃんけんもグー出せば勝てる。自分が勝てるところで勝てばいいんだよ。今日は恐竜と犬どっちが強いを読ませていただきました。皆さんもお子さんに読んであげてくださいね。